いつもありがとうございます。新郎定名と申します。私は今まで九州で活動させていただいておりましたが、今主に関東で活動させていただいております。私のお仕事は救霊師といいまして、死んでる人生きてる人両方を救い幸せへと導くお手伝いをすることです。私が今まで体験したり遭遇したことを今からお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、聞き手は山口敏太郎です。はい、いつもありがとうございます。はい、はい、今日は最近パーティー行ったんですよね。うん、まあ、敏太郎事務所もあるけど、うん、まあ、まず北原さんのパーティーに行かせてもらいました。北原さんというとどういう人ですか？何でも鑑定団の北原さんですね。うん、もう北原先生はおいくつになったかね。結構年だったと思います。70代半ばぐらいだったんじゃないかな。すごい元気のいい方で、うん、でバンドをしてたんですよ。まあ、パーティー行った時で、うん、北原さん確かギター弾くんじゃないかな。あ、そうです、うまいですね。でバンドをしてて、まあ、後からイクラさんも入ってくれたんですけど、でジョニー大倉さんの息子さんも来てましたね。大倉さんの息子さんが、で、あとなんかね、あの人、すごい有名な作家の先生も来てました。いや、そんなアバウトの情報は何なの？忘れちゃった。名前がちょっと難しい名前の人、覚え、なんか一回聞いたら分かるんだろうけど、その私ちょっと聞いて難しいなと思ったんで、何だった、ウリュウ、なんか結構有名な先生です。うん、ざっくりした情報だよね。そうですね、私の多分ブログ見たら分かると思う。一緒に写真写ってるんで。あ、そうなんで、外人の方が日本で歌を歌ってるって言って、その、外人の方って何それ？女の人が、ミュージシャンの人。ミュージシャンです。なんか女の人が。北野先生の何のパーティーなの？誕生パーティーかな。誕生パーティー、何パーティーかな。誕生パーティーパーティーとは聞いたんですけど、何パーティーだったのかな。例えばさ、北原先生はおもちゃ鑑定を、はい、そうです、やり始めて、例えば40周年とかさ、50周年とか、例えば誕生日75歳記念とかさ、なんかのパーティーだったんじゃないの。そう、パーティーだったですね。で、その一応北原先生の別荘、別宅っていうか、別宅がどこにあるんですか？佐島です。佐島ってどのあたりかな。横須賀のところ。横須賀に佐島って地名あったっけ？横須賀じゃないで、なんか通っていったのは、車で通っていたのが横須賀のところを通っていって、ちょっとよくわかんないけど、島なんです。島っていうか、すごい、またアバウトな情報。どこだった佐島って、なんか調べたら、ちょっと調べてみましょうか。いや、別に番組中だから別にいいよ。そうですね、じゃあ佐島で、どこだかも分かんないし、何のパーティーだかも分かんないけど、まあ、何かを祝うパーティーなんですよ。何十周年か何かパーティー、何かを祝うパーティーだったと思います。はい、趣旨を一切理解せず行ったわけね。パーティーっていうことで行きました。はい、そうなんだ。はい、それは何でまた北原先生のパーティー？風間さん、風間夫妻、風間陰謀、パーティー行こうよみたいな。はい、一緒に私もぜひ行きたいって言って、佐島にすごいパワースポットがあるんだ。はい、パワースポット、どんなパワースポットですか？その北原先生の別荘の一角にパワースポットがあるんですよ。北原先生の別荘の一角がパワースポットなの？はい、有名らしいです。それ誰でも行っちゃっていいの？いや、どうなんですか？勝手にお参りに行ってもいいのかね。いや、多分それは許可もらわないそうです。だから北原先生の OK がなかったらダメなの？行かれないと思います。うん、はい、なんか神社みたいな建ってるの？いや、神社じゃなくて、ちょうどね、富士山とか見て海とかがあって、多分パワースポットで検索したら出てくるはずなんですよね。何その、佐島パワースポットでやると出てくる。はい、北原さん、先生の、の北原、ちなみにお茶、おもちゃ鑑定家の北原先生の仕打ちであるとかが出てくる。多分出てくると思いますね。結構有名、みんな知らない人はいないっていうぐらい。そこに行くとどんな効果？結構パワースポットで有名っていうから、で、なんか幸運が舞い降りてくるとか、もう結構、私もそこに幸運が舞い降りてくる。はい、そこに立ってすごいパワー感じたんで。で、幸運が舞い降りてきた。降りてきましたね。仕事は順調ですから。はい、仕事は、はい、まあ、インカム作ってもらったんですけど、それも順調ですから。なるほど。はい。
ですごいご縁がいっぱいできたんで、ね、ああそうか、はい、また香ばしい人とのご縁がいっぱいできたんで、香ばしい、あの時ご縁できたのは、うん、ジョニー大倉さんの息子さんのマネージャー。息子さんは何やってる人なの？歌歌ってます。ジョニー大倉さんの息子さんってなプロミュージシャンが何かやってんの？あ、してますしてます。もういい年だよね、40ぐらい。なかなか男前のせなんか。あ、そうなんだ。ですはい。でジョニー大倉さんってもう死んじゃって何年ぐらい経つかね、5、6年経つかな。なんかよくはっきり分かんないですけど、うん、結構有名な方の息子さんですね。で、結構いっぱい人が来てたの？来てました。いくらさんっていう人も来てたし。知ってる？いくらちゃん、はい、知ってる？はい、一緒に喋りました、その前の、いや知らないでしょ、世代的に。あの歌を歌う人ですよね。いや、またキャロルっていうか、なんかそういうの歌、歌ってた。キャロルじゃない。歌ってたとか言って。いや、でも歌聞かせてもらってうまかったですよ、すごい。いや、まあそれはうまいでしょうね。あ、で、あの、私、風間さんの、風間さん、ヒデさん。あの旦那さんですね、うん、旦那さんの誕生日会でいくらさんと知り合ったんで、いくらさんと知り合って、はい、で一緒にお酒、まあ私はお酒飲まなかったですけど一緒に飲んで、頭こんなリーゼントっぽくしてた。いや、今いくらさんは坊主です。坊主なの、いくらさん、はい、あ、そうなの、はい、今そうなっちゃった、坊主になっちゃった、坊主にしてます、はい、あ、そうなんだ。あ、でまた歌かなんか出したでしょ。あ、そうなの、はい、知らないけどね、なんか新曲かなんか歌ってた、出してると思います、新しい僕の歌ですみたいな。あ、出してると思います、多分 YouTube に上げた、上がってるとか言ってたから出してると思います。まあ、新しいのが上がってるかどうか分かんないけど、あの辺りはね、横浜の不良っていう文化があってね。そうなんですか。東京の不良とは違ってちょっとね、かっこいい不良なんだよね。あ、素敵ですね。まあスカジャンの文化とかとリンクしてくるんだけど、うん、はいはい、でクレイジーケンバンドとか、はいはい、やっぱりその大体横浜から横須賀にかけてのとっぽいかっこいい不良の文化ってのがあって、はいはい、いくらちゃんとかね、はい、あの横山健さんとかね、はいはい、やっぱあの辺りはそういうね、俺より一世代上だよね、今の60代から70代ぐらいにかけての不良の文化。健さんはなんかね、 TOKIO のあのあれの主題歌、歌った人ですよね、俺の話を聞いてくれっていう。そうだよ、ですよね、それは知ってます。タイガー&ドラゴン。そうです、タイガー&ドラゴン。おー、で生歌も聴かせてもらったことあるんで。ケンさんの、はい、あ、ケンさんはいい味出してる。すごいうまかったです。言ってくれた、いいねって言ってくれた。あのね、一緒に写真も写してもらった。いいねなんか写真も一緒に写ってもらいました。あ、そうなんだ、はい、去年の12月ですね。ケンさんもいくつになったかね、もう64、5になっちゃったかな。見えないですね、すごい若く見えちゃう。いやいや、全然ケンさん若いと思いますよ、うんうんうん、でおしゃれだしね。あ、そう、いくらさんもケンさんもすごいおしゃれだと思います。かっこいいよね。かっこいいです、うん、昔のかっこいい横浜の不良って感じかな、横須賀のね。ダンディっていうか、うん、そっち系と系統ですね。あ、うん、でそのパーティーに出たと。はい、はい、行かしてもらいました、はい、でそのパーティーは、はい、何かを祝うパーティーで、多分バンドとかやってたから、なんとかのライブもやってたから、多分ライブとかそういうイベントでじゃないですか、ね、音楽のパーティーだったのかな、だと思いますね。で誰かあれなの、鑑定したの、そこでですか、うん、まあ、ちょこっとは鑑定というか話はしましたね。でも鑑定はしてないですね、うん、してない、はい。ああ、そうなんだ。ちょこっと話の流れでしましたよ。こうなりますねとか、こう見えますねとか、こんな感じですねっていうのはしましたけど、あのマネージャーさんだったりとか、 あと K1 選手も来てたんで。 K1 って、佐々木大蔵君も来てましたね、うんうん、それもまた風間陰謀の流れ。はい、そうですね、はい、風間陰謀と北原さんが仲いいんだ。仲いいです。それは北原さんのハンコを風間陰謀が作ってる。多分ハンコも作ってると思うし、そのおもちゃとかそっち関係でも仲いいんだと思う。真由美さんのこともよく知ってるんで、はい、風間陰謀の奥さんが、おもちゃコレクターな。おもちゃコレクター、そうですね、おもちゃコレクターっていうか、いろいろ古物も持ってるんで、古美術、ヒデさん自体も持ってるんで、うん、それで、まあ、家開運サロンも
まあ、多分私のブログ見てもらったら分かるけど、すっごい開運サロン、はい、あの島田くんが行ったってやつ、そう、私がそこで開運鑑定させてもらってるんですけど、うんうん、はい、そこにいっぱい物いっぱい、まあ、自宅にもあるけどそこにも結構いっぱいありますね。そういう、はい、アンティークのやつですね。古物関係で北原さんと仲良くなっただと思いますね。あ、そうなんだ。であと鎌倉のアンティークの社長さんも来てたし、うん、で北原先生とも話はしたの？ちょこっとしましたね。あ、でもちょっと挨拶ぐらいですね。バタバタしてて忙しそうだったんで。君何鑑定できんのみたいな感じだったの？いや、そん名刺を配って普通にっていう感じですね。北原先生鑑定団出てますけど、鑑定団に出てる北原先生私が鑑定しましょうかって言ってやれば。いや、言わないですよ、そんな。やってあげますよ、あなたの運命を鑑定しますよ。いや、そんな言わないですよ、そんな滅相母大、そんな。北原先生、まあ、怒っちゃって、 あいつあんな失礼なやつは誰だ。いや、そんなことしませんよ。私そんなことしませんよ。意外と、まあ、先生もね、お前人受けいいなっていうぐらい人受けいいんで、はい。あ、そうなんだ。はい、あ、そう、嫌われたことないんで、はい。嫌ったことはないですか？はい、ないです。最近ないですね。最近はない、はい、若い時はちょっと、まあ、あったとは思いますけど。ああ、そうなんだ。生意気なとこもあったんで多分、うん、まあ、若かったから。言うこと聞かないところがあるからね、自分で思い込むとね。まあ、なるほど。そのパーティーに行ったということね。はい、そうですね。でパワースポットでもすごいパワー浴びて、うん、ブログ見てもらっても分かるけど。ただ眺めがいいとこなの？すっごい綺麗なとこです。そこパワースポット、眺めがいい場所なんだ。眺めもいいし、全然その気が違うんですよ、うん、開運サロンもそうだけど、うん、そこ空間が違うんですよ、本当に。そこの空間に立ってると。あ、そうなんだ。はい、だで私ちょうどね、私とまゆみさんとかがいる時は、うん、写真撮った時は富士山が綺麗に絶景で見えたんで、ちょっとしてからもう富士山が見えなくなっちゃったけど、うん、すっごい綺麗なとこで、本当に聖地っていうような感じ、うん、北田先生はさ、はい、パワースポットで気持ちいいから買ったのかな、そこの場所。いや、多分惹かれて買ったんじゃないですかね、そこを。眺めがいいかな。いや、呼ばれて、多分そういう、北原先生もそういうの持ってるんで。割と霊感的なもの持ってる。持ってますね、強いもの持ってますね。ああ、それでなんか引っ張られるような感じ、はい、買ったんだと思います。で、ちょうどね、私今思い出したけど、うん、海の真ん中に、お社っていうか立ってるんですよ、まあ、見えるとこかな。はい、はい、見えますね。誰が立ってたの？わかんないです。お社が立ってたんだけど、で、そこに行くには、うん、多分潮が引いたらいけない、引いたらいけるかなと思ったらいけないと思うんですよ、うん、ちょっと広かった、向こう遠かったんで見えたのが、うんうん、でもすっごい絶景なとこですね、綺麗なところ。ほう、それが結構有名みたいですね。はい、あそこに行けば開運する。その社も含めてパワースポット、多分一角も入ってるんで、見える一角に、はい。あ、じゃあ北原先生がこの別荘は、うん、価値があると鑑定した結果買ったわけね。価値があるっていうか、多分惹かれて買ったんじゃないですかね、多分、うん、そういうこう価値のあるとかじゃなくて、神さんがなんかに引っ張られたのかね。はい、惹かれて多分そうですね、うん、あそこに集まった人って結構強い人が多かったんで。あ、はい、何人ぐらい来てるの？多分100人ぐらい。100人、いや、200人ぐらい来たかな。バスが2台使ったから。え、バスが2台ってどういうこと？大きいバスですね。駅から歩いて来れない？え、来れない。あ、結構離れてる。はい、バスでみんな来てたんで。ああ、じゃあ1台2台目ってあったから、多分100、200。え、2台だったらさ、40人乗りだったら80人しか来れない。いや、多分40人以上来て、だから多分ブログ見てもらったら分かるけど、多分100、200。2回ぐらいピストン輸送したのか。あ、そうですね、はい。いるのだ、200人ぐらい、106、780人だと思いますね、多分200人ぐらいだったと思いますね。結構人が多かったんで、うん、なるほどね、はい。それで、結構名刺配って、名刺っていうか、まあ、ちょっとしか配ってないですけど。で、あと画家の先生も来てたし、うん、お茶の先生、お茶の先生来てた、も来てたし、いろんな分野の人がいたんだ。そうですね、うん、開運画家かな。開運画家、
画家も来て、画家の人も来てたし。海運画家なんていう人がいるんだ。いますね。海運画家、名刺もらったんですよ。名前がね、ちょっと顔はわかるんですよ。ダンディーな方で素敵な方だったんで、みんな忘れてる。みんな名前は覚えてないで、顔は覚えてますね。はい、その人も有名な人なんで。多分有名です。あそこで来てた人はみんな有名な人が多いです。はい、海運画家、結構結構年配の方。年配とは言ってたけど、年配には見えなかったですね。素敵な方だったんで。いろんな人がいるね。ですね、びっくりしました。うん、そんなパーティーに出てきましたってことだね。はい、そうなんですよ。ブログにも書いてる通り、もうなんかすごい一日でしたね、うん、あの時は。ああ、うん、はい、じゃあ締めてください。はい、いつもありがとうございます。もし人生で迷ったり悩んだり霊障で困っている方がいましたら、私にいつでもご相談ください。うん、はい、ご連絡先アドレスは新運堂と書きまして、はい、shinundo@yahoo.co.jp です。必ず鑑定していただきたい方は霊能者の方が山口敏太郎事務所には多いんで、お名前を入れてよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。はい、はい、お疲れ様でした。